ハイトムサイキングです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はね、はい、水戸百景グルメライドっていう100はないのよ。8ね。今日はね、ゲストで呼んでもらえたので1日ねしっかり楽しんでいきたいと思います、はい、これ大盛況。この水戸八景とは何かというとね、はいはいはい、徳川の人が定めた8つの綺麗な池を巡るという、はい、僕ではちょっと表現しきれない、浅はかだったね、知識がないよね。そんな中でね、コースが3つに分かれておるんですが、8つの池を回るのが八景コース、はい、で90キロちょっとらしいんですけど、まあ、それと別で鍛錬コースというのがありまして、ね、はいはい、130キロ 1000m アップっていうので、8時間以内に走破しなきゃいけないんですね。そう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 。まあ、今日はその鍛錬コースの方、はい、頑張っていきたいと思います、はい、あと40キロ何なんだっていうね。だって8つの池は90キロで回れるの、うん、ね、なんだこの40キロ分からない、ね、はい、頑張って、はい、行ってきます。トムズサイクリング、これが鍛錬コースを選んだ強者だもの、背中だ。はい、鍛錬コース行ってらっしゃい。海が綺麗だね。海季節。まさかの水戸八景一つ目スルーでございます。時間がない。時間がないということで。鍛錬がメインになってる。あ、トミさん、夏ですか。あれ、まだ3月なんですけど、季節感がお一人だけ完全におかしいんですけど、鍛錬5分です、ここは残念ながら5分だぞ、急げ。ここカレーパンとスープがあります。そんなものを5分で。カレーパン美味しいですよ、7運びカレー、すごい美味しそうです。なんかレンコンも入ってます。かぼちゃとウインナーも入ってます。ご当地名物も入ってます。名物入ってます。いただきます。うん、中にしっかりカレーも入っててすごく美味しいです。食レポが早い。スープもいただきます。濃厚ですごく美味しいです。残り何分ですか。3分ぐらいですね。友人大釣り橋まで20キロ。トミさん聞いてます。ちょっと完全に鍛錬モードに入ってませんか。え、狙うわじゃないよ。何を狙うの。これだ。いただきます。
今の私の気持ちのように甘酸っぱいです。ありがとうございました。ちょっとよくわかんないけども、今休憩で竜神大橋というね有名スポットに来ました。はい、はい、ただね今ここまで何キロ、うん、50キロぐらい40何キロぐらいかな、はい、走ってきましたがね、うん、はい、八景見た？見てないね、一景も見てないまだ一景も見てない。うん、しかもこれ八景じゃない、これ八景じゃない、ね、ただの寄り道らしい。はい、八景、うん、は何だったんだろう。トムズサイクリング、何オッケーハッケーって。皆さんなんで鍛錬コース今回選ばれたんですか。僕はトムズサイクルさんがいらっしゃるので、はい、一緒に走るから。わあ、ありがとうございます。鍛錬ですね今日。フルミライトじゃないです。じゃないですよね。これは八景ですか。これはサザン、これがサザンじゃない、これが神社、あのお寺です。はい、フレンチトーストとコーヒーですね。はい、もうお腹がいっぱいすぎてはち切れそうです。あと3箇所あるらしいですね。甘いものいける、甘いものいける、甘いものいける、うまっ、すごい、これ美味しいよ。神社です。はい、またね、干し芋いただきました。ちょっとね、僕胃袋が最後まで持たないので胃袋 DNF させて、胃袋 DNF。 そろそろ八景なんじゃない。そろそろ八景だよこれ。はい、止まります。八景だ、あった、やった。はい、はい、八景が一つ、はい、2景目、はい、2景目、はい、綺麗です。ついに江戸に来てしまった。はい、大洗の海岸線沿いです。来ました。やっぱ有名な海水浴場だけどすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗だよね。なんかずっと海岸線沿い走るのすごい楽しいですね。気持ちいいよね、うん、道路もなんか綺麗に工事されてる。そう、はい、次の映像ここでしらすも買ったりします。はい、あん肝のスープいただきたいと思います。うまっ、絶対うまいよ。あん肝のスープだって最高じゃん。もうちろんあん肝大好きだもん。今日ちょっと肌寒いからさ。いやいや、ちょっとさ、あんただけなのよそんな格好して。今日半数で俺だっけ。あ、一人だ。ほぼ俺だけで、うん、地元の人に、そう、あ、半袖の人いる、お父さん半袖の人いるって地元のおばさんが言ってたよ。レアです。3月サムレン、寒いのに慣れる練習、サムレン。はい、ではシラスの、はいはい、あ、よいしょ。うわ、うま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 、食べれる、よかったね。胃袋限界とか言ってたけど、うん、ちょっとお腹空いたもん。あ、よかったよかった。うん、美味しくいただきましょう、うん、うまっ。トムズサイクリング、おー、すげーな。はい、八景、八景4景目。ここは
ここは八景っぽい。ここ八景っぽいですね、はい、確かにいいところです。はい、ってことでまたエイドなので行きましょう。に戻ってくれました、はい、あのね、はい、もう最初から最後までグルメがずっと続いてて、うん、そこにね、うん、絶景ポイントもこうちょこ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 入ってくるんで、うんうん、もうずっとイベントが続いてるような盛りだくさんイベントでね、うん、なんかすごい人気なのが分かりましたね。分かったね。これは参加費が結構まあこれぐらいなんですけど、安いよね。多分グルメだけで元取れるんじゃないかぐらいのボリュームがありましたね。これはね人気だと思う。ねいいね。これめちゃくちゃいい。これはいいと思いました、ね、はい、はい、な無事ね僕ね、うん、最後まで食べきることができました。胃袋の鍛錬コースだったね今回ね。胃袋の、ね、胃袋も鍛錬。本当にずっとグルメが続いてて、うん、茨城のものを美味しく食べれて、うん、かつたくさん走れて、うん、素晴らしいイベントだったと思います。本当に良かったです。はい、ということで、はい、今日はご視聴ありがとうございました。モサイクリングでした。バイバイ。